どうも、エリシーでーす。さあ、うん、早いスパンで M ステさんに出れてます。すごいですね。ありがたいですね。嬉しいですね。はい、さあ今回のテーマはですね、卒業。卒業。卒業よ。テーマなんですけども、うん、なんか卒業の思い出とかってあります？俺卒業式で、はい、指揮者になってる。え指揮やったの？みんなで歌う時にこうやって指揮で。小学生の時だったから、うん、卒業式でテンション上がりすぎて、うん、そのまま指揮棒後ろに飛んだの。それは事実ですよ。いや本当だ、嘘はよくないじゃん。本当なの？持っちゃダメだよ。いや持ってないのよ。怪我してわざとないの？わざとだ。違う汗で。あ確かに手汗すごいですもんね。河合さんっていう思い出があります。危ないですね。続けたんですか？その全く信用してないしてない。いや顔笑ってたから。いや本当だ、本当にやったことある。持ってる時の顔、ね、いや誰かありますか？もう一つなんか卒業やっぱさ、第二ボタンをくださいってさ、うん、言われたいじゃん、うんうん、中学校の頃、ね、そう言われたいじゃん、うん、くださいって女の子から、うん、でこう卒業式終わって校門の前で待ってたんだけど、はい、誰一人声かけられず、うん、なんかちょっと、うん、友達待ってんだよねみたいな雰囲気出してたっていう恥ずかしい思い出。なるほどね、うん、確かにあれもらいに来てほしいもんね。欲しいね。もらいに来てくれた人います？ある第二ボタンくださいって憧れるよ。だから学年とりあえずダメなの、ね、そうね。だからうちはブレザーだったから、ね、男子はみんなそれを理由にしてました。うちはブレザーだからそのシステムはないんだっていう。なるほど、なるほど。俺の友達はもうめちゃくちゃ、うん、あのモテすぎてパンツ一丁で帰ってましたからね。全部あげて。それは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